おいっす、こんにちは、メールです。今回は水のグランディス使っていこうと思います。昨日深夜ね、結構頑張って撮ったんだけど、ちょっとね、思うような結果になってなくて、ボス階層で水見るに負けたりしてて、ってなったんで、朝4時まで頑張ったんですよということで今日は寝不足なので、さっさとクリアしていきたいと思います。はい、ということで 水のグランディスなんですけど、皆さんどうですか？新しい天命のなんたらみたいな、クリアしましたか？もうコンティニューでゴリ押すみたいな感じの編成で最近は言ってますけど、ちょっと木の方も取らなきゃいけないなっていうところで、しかもまあちょっとこのいろいろ大変なことはね、ダンジョン内で話したいと思います。はい、ということでグランディスなんですけど、スキブ6個、10コンボ強化、超覚醒含めて2個ですね。で、列強化を5つ持っているので、まあロイヤルオークのサブでいいと。で、これね、スキルが特徴的かな。敵全体非属性変化を素で持ってるキャラクターなんです。まあ有利とかも持ってますけど、これを持ってることによってね、リーザとかの対策がしやすい、4次元で言うと。で、あとはダメージ激減ね、これもね、また優秀っていうところで、これを活かして戦っていければいいかなと思います。ということで今回はロイヤルオークのサブに入れて、4次元の探訪者、まあとりあえずここで使っていこうと。クリアできる編成ではあると思うんだけど、ちょっと敵の引きに左右される点もあるかもしれないですね。ということで、ロイヤルオークにはチェルンアシスト、これはヌトの対策で属性吸収対策ですね。まあチェルンイズザベストだと思います。で、グランディスには有利をつけてます。操作負荷と列で、まあここは操作負荷武器であれば最悪何でも代用効くかなと。列あった方がまあ火力も、ま、る漏れていいよねっていう感じですね。まあね、操作負荷耐性ね、頑張ったら我慢できそうな気もするけどね、5ターンで。ビオーネです。消せない状態解除とルーレット潜在のためにバインド回復をつけてます。で、これでネイをアシスト、ネイがね、上位互換のスキルなので、実際まあアシストして相性いいかなと思います。で、手塚国光部長にはたまらないようにお邪魔耐性武器をつけてます。ルークのライトセーバーですね。で、飛んだバルキリシエル水の方には操作時間対策として、まあでもね、最初だけですね。これ遅延打つのは本当に最初だけ、あ、違うわ、最初と時女神階層だわ、時女神階層で打っていく。操作時間延長ビジャスではね、使わない想定でいるので、ちょっとその辺もまあ見ていただければわかる。で、節々に水ダメージ軽減を振ってるのは、水見るの衝撃を素で耐えれないかなと思って振ってます。計算したわけではないです。ロイヤルオークにはエッジ全量まで回復力を補強してます。意外とこの2個が便利です。はい、ということで回復努力もしっかりあって、回復力も高い編成なので、結構ね、安定性は高い。ただブリトラとか水ミルが来るとちょっとわからんよって感じ。ブリトラ一番良くない、あいつほんまに。抜けるは抜けると思うけど、まあちょっとやってみればわかりますね。まあ今回はグランディスメインでいきます。まずはロイヤルオーク両側変身させましょう。で、バルキリーシエルの遅延を打ちます。そっからのビオネが変身。ビオネが変身したら、3ターン待ってあげましょう。で、3ターン待ってあげたら、ロイヤルオークとともにリーダーチェンジも治るので、これで、まあ2列組んであげれば突破できるなっていうところですね。はい、落ち込んゼロだとしても全員抜けるはずです。もうね、めちゃめちゃやったので、4次元。火力の調整は任せて。はい、まあ、ボス階層以外、麦ドラの水吸収は捨ててます。ここは水吸収だけはちょっとごめん。まあ日頃の行いが悪かったっていうことでね。これ水吸収されたら日頃の行い出るよ。よーし、 OK。 ここはね、バルキリーうちので、ちょっと闇の麦ドラが出たことの話をします。闇の麦ドラが出た場合はこの盤面ちょうどいいね。闇が出たらね、これぐらい、列プラス水2セットとか、列プラス L 字とかを組んであげれば、木がいい感じに残ります。こんな感じで、あとはもう片側の両、ロイヤルオーク変身させまして、で抜いていきたいと思いますね。完璧でしょ。でもこれね、だんだん後半に連れて完璧じゃなくなっていくんで、よろしくお願いします。前半戦は死ぬほどやるんですよ。やっぱ負けるのって後半戦なんで、負けたところをね、何回もやれてるわけじゃないから、ちょっと火力調整とか分かってない部分もなきにしもあらず。はい、ここはロイヤルオーク変身して、あ、変身はもうしてたわ。もうこれ以上変身しませんね。で、ここはロイヤルオークで列組んで全力コンボ、黄色が残りますね、どうやっても。で、コロシアムの話をするとですね、どうすか、まずそもそも皆さんクリアしましたかね。まあ一応コンってありなので、石でゴリ押すっていうことができなくはないダンジョンではあるんですけど、今のところ安
定、まあ比較的安定させることはシーウルフでできるかもしれないんだけど、どうしてもね、まあコンってしちゃうよねって感じ。うん、やっぱシーウルフ適正度高いな、あれ。属性吸収がマジで厄介でね。どのパーティーで行っても、こう手塚打ちますね。属性吸収ハマるかな、みたいな感じで。まあ、ロイヤルフじゃねえわ。シーウルフはね、副属性の水とかの火力もしっかり出せるっていう面がやっぱり強いし、で、単体攻撃もできるじゃないですか、あいつ。だから単体攻撃がまた強くて、狙えるんですよね、そういう属性吸収の敵を。とか、あとなんか半分、HP50% 根性で、周りの味方が全員死んだら発狂みたいな。あれずるいよな。あれずるいよな、最初のマグカップみたいなやつ。あとね、ダメージ無効貫通めっちゃいる。向こうの敵バカ出る。まあ、シーウルフは普通に組めるんでね、いいかなと思いますけどね。で、オルファリオン、デスファリオン転生しましたね。あれ転生したんですけど、あの進化に必要な奇跡が5個は多ない。いや1個でええやん、なんで5個も取らないかんの。しかもあれボス出るの2分の1だし、しんどいで。あれ1体作るのに5体は集めんといけんし、5周で終わるとは到底思えんし。あ、しかもちょうどよくリーザ出ましたね。いやー、まあまあしんどいっすよね。とりあえずここ3ターン待ちます。で、ここリーザじゃなくてもグランディスは角打ちでいきます。あのね、ほっとくとめっちゃ溜まるんですよ、スキルが。で、上のスキル溜まっちゃうよりグランディスのスキルを持ってた方がいいので、グランディスのスキルはもうここで絶対打った方がいいかなっていうところですね。はい、これで貴族性何のそので飛ばしていきます。これがね、グランディスの強みですよ。はい、 OK ですね。で、チェスター、ここは普通に通パンしていきます。まあ水列プラス3とか組めば42億スッと出すんで、もうすごいよね。みんなカンストしとるもんね。多分ロイヤルオークぐらいよ、カンストしてないの。はい、今回テティスが出ましたと。ルーレットはね、ここまで回復しない方がいいですね。ここで回復します。で、アストレアが出た時の話なんだけど、出たらね、あのコンボ全然しなくていい。ダメージを与えなかったらアストレアがね、なんとね、怒んないんですよ。怒んなくて攻撃がめっちゃ弱くて済むっていうのに最近気づきました。ちょっとダメージを与えるとね、怒っちゃうんすよ。あ、こんな感じでこいつも怒らなかったけど、ちょっと今回はこれしょうがないんで、これでいくけど、ちょっと削らないと怒んないんすよ。だから1ターン目の HP の割合によって多分攻撃上がるか上がらないか決まってるんだと思う。こいつも例外ではない。だから今回攻撃力上がってないじゃないですか。まあ、こういう立ち回りをしてあげると耐久が効きやすいので参考になればいいかなと思います。で、ここは列消しするとゴンゴン言いやすいので、一旦エンハンスプラス、まあ5個消し縦1列とかで対応してあげる。で、貴族性になる手前で止めたいんですよ。わー、それはない。あー、惜しいな。もうちょっと頑張りたかったね、これ。じゃあもうちょっと削らんといけんくなりましたわ。ちょっとミスった。じゃあこうの方がいいな。じゃあ本当は水属性の時に向こう組んであげて思いっきり倒すなんですけど、ちょっと木までいったらこうなっちゃいます。しょうがない。で、ちょっとこれ使っちゃったので、ビオーネ、ビオーネ使えないんですけど、まあ、今回盤面に、まあ、こういうところがちょっと運ゲーしちゃうっていうね、まだまだだねって感じですね。どうかな、 80% のとこまで削れれば文句ない。しかも列あるな、次。おお、めっちゃ削る、いい感じ。これで倒せると思うよ、普通にロックされても。今回盤面がめっちゃいい。まあ手塚あるんだけど、手塚は打たなくても突破できるとは思うが、あー、まあ、うん、大丈夫。手塚打っていいと思います。2ターンに1回打てるんで、まあいっか。OK ですね。ヨミちゃんだったらもっと楽なんだけどね。
ヨミちゃんの時は L 字消しで全力コンボしてください。そしたらね、すごいちょうどよく半分で止まるか半分いかないぐらい。お、ヌトはラッキーですね。ヌトはですね、これめっちゃ楽っすよ。チェルン打ちます。で2列全力コンボ、もうこんなんでいいです、こんなんでいいです。はい、これですごい調整入ります。はい、神でもう一回チェルン打って終わり。越前龍馬打ってもいいけど、越前龍馬はね三色陣だからね、ちょっと量に左右されやすいかなって思うんで、まあチェルン安定、暗闇も見やすいしね。もう今日はね初動画なんで神々ですよ、神々ですよ。でこれ溜まってるんでインドラ来ても大丈夫。ただブリトラはね良くない。うん、ブリトラ良くないよ。あれブリトラのさ消せない状態ってランダムなのかね。2回目の本当にやだーやだやだ。で1回目スルーします。じゃあ今回越前龍馬溜まってるんで、これで列プラスの全力コンボで、まあビヨーネ溜まってるんで消せない状態水が来ても支障はないじゃないけど、火か、火はまあ一応大丈夫ではある。とりあえずロック解除する。でこっからロイヤルオーク使って、多分ねこんなもんでも倒せはしないんすよ。うん、こんな感じ。結構 HP 高くてこいつ、しかも半減張るのでこの後で消せない状態、ここでビオーネを残しておくと、まあ、回復消せない状態にされても大丈夫。この後の消せない状態がね、俺ランダムなのかどうなのかっていうところがまだ分かってなくて、ランダムだったらねちょっと水消せない状態にされてビオーネなかったら詰むんで、そこがね嫌だなっていう。だから俺はこのブリが嫌いです。まあ、今回に関してはこの HP 量はさすがに削りきれるんで大丈夫だと思います。なんとかなるっちゃなんとかなるんだけど、まあ、こんな感じで立ち回らないと、半分切った時にビオーネ残しておかないと結構しんどいんで。でこれはね当たりの方で、光の方は発狂の時にこれグランディス打ってもらえればいい。この時にだからグランディスが溜まっておいてほしいから、あのリーザ階層で打っておくことをおすすめします。下手したらここで溜まってなくて、溜まってないというか上が溜まっちゃってる可能性があったりするので、でここでバルキリは打たないです。でここでね、これ実は耐えれるんで、まあ全力コンボ軽減張ってあげればいい。半分近く削ってでサインアウトします。あ、ロールバックだったわ。サインアウトこの後か。でギリ耐えます。で耐えたらここでグランディス打ちます。まあ保険ですね。回復しきれなかった時用の保険をかけといて、結構ギリなんで受け切ってるのが、まあ、これもね多分ミリ残しぐらいするんでね、うん、そんなこともないか。じゃあいらねえかまあでも火属性に変えたことによるダメージなんでね、まあ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 プラスプラス。はい、じゃあメタトロンですね。今回はメタトロンは最後の爆弾で俺がミスらない限りは大丈夫。多分ねこの量だったらワンパンで沈めていけると思いますよ。まあ列プラス3で沈むかな。列だけだとちょっと残る。はい、でここの爆弾ね、最近ねハマってる消し方があるんですけど、それに当てはまるような感じで来てくれるとありがたい。あーでもできそうっちゃできそうだな。でも下に固まりすぎだな。ちょっと2列プラス爆弾置き、爆弾持つのが最近の俺の主流なんだけど、あーでもあーいけそうかな。こうっすね、こんな感じ。あっこに爆弾置くのが僕の定位置で、上と下でくっつけてあげるっていう、だいたいいつもあんな感じでやってます。でも回復ね、目覚めるのはいいんだけどね、目覚めて欠損しそうで怖いんよね。
しっかり消しておきましょうか。回復はもうしっかり消す。でここねマジで回復ちゃんとしとかないと。あー待ってよ、あー際どい、待ってよ、スクルドだったらめっちゃ助かる、スクルドだったらめっちゃ助かる。うわー待ってよ待ってよ待ってよ、ギリ待って、ギリ受け切れるか、ギリ受け切れるか。これね22万6688。はい、ということでベルダンディ階層まで帰ってきて先制攻撃受け切って遅延かけてるっていう状態ですね。でこれ昨日落ち込んでワンチャン、まあ私死ぬ可能性あるので若干余裕を持ってはいきたいというところではありますが、とりあえず一旦待ちます。でもこのターンぐらいで突破していっていいんじゃないかな。ただこれ木の落ち込み来ますからね、いつもこういうのは木の落ち込みが来て死ぬっていう、もう見えてるんで、はい知ってます、木の落ち込み来るの知ってます。来なかった、倒せる、はいオッケー。ということでボス前プレーナー階層までやってまいりましたと。でこれはどっちかな、まあ消せない状態はもうさっさと解除していこうかなと思います。はい、もう解除しちゃっていいかな、いいよね。ちょっと盤面ひどいな、まあとりあえず全力で組みましょうか。多分半分いかないでしょう、おそらく。はい、全然いかない。でここまた全力でいきます。光スタートか、光スタート闇回復火水なので光スタートだと思います。なので光スタートでいきましょう。これでね多分ちょうどよくなってるはずなんですよ。 OK ですね。これ次いけるかな、まあいけなかったら最悪バルキリーが使えるので、オッケー。得意属性にはなってるのでワンチャンあるかなと思いますけど、はい。あー待って、ちょっと待って、ルーレットを完全に消し去ってしまったけど、回復がまあ突破できたんでオッケーです。はい、回復めっちゃ繋がったけどね。さあミルセン、とりあえず一発目は全力殴りかな。デートなほど火力は出ないと思うんで、もう次ぐらいで解除する説あるわ。はいはい、あー盤面いいな。うわ木になるか、木になるのはずりーな。一旦回復四つ消し挟んで、まあ木だったらさすがにいかないでしょう。はいはいはい、水、はい、ちょっと待ちます。日ぐらいになってほしいな。オッケーオッケー、まあここでいこっか。じゃあロイヤルを送って手塚打ちましょう。落ち込んだし上書きして、で全力で削っていきます。2列いけるか、こんなもんですかね。まあとりあえずこれでまあまあいい削りはできたでしょうと。オッケーオッケーオッケー。でこっから無効貫通挟みながら全力削りですかね。とりあえず盤面あるうちはそのままロイヤルオークでいこうかな。ディオーネでいこう、無効貫通作ってくれ、9個ね。1,2,3,4,5,6,7、バカなのかな下手くそすぎるだろ。こういうことでね死んでいくんですよ私は、儚かなくも。一旦若干起きれ、次の無効貫通に備える。はい、もう回復いっぱい盤面いらないから消しちゃって、もう落ち込んで降ってこいよ回復OK。 でもまあ次でいけるかな、余裕を持っても突破でいいかなって思いますけど、光見るがいいんすよねとりあえず。もう楽なのでいいよ、楽なのでつかコインが欲しいから光見るが普通にいいよね。水来たらまた私死ぬっていうもう水はやめよう、水はやめようぜ。なんでなんだろうな、本当に本当になんでなんだろう、なんでなんですかこれ一撃目もさ素で受けれなかったら
次の攻撃だって 1.5 倍するんでしょ、これの。衝撃も受けきれない気がするんよね。いや、衝撃受けきれる。ギリ受けれると思う。ギリ受けきれる。236,034。236,034。信じます。信じますよ。236,034です。236,034。これこそ水ダメージ軽減のおかげと言っても過言ではない。回復多すぎ。耐えれる。耐えれる。オッケー、23万。なんか違ったな、若干。もうちょっと軽減多かったぞ。まあいいや、耐えました。ということで水があれなので、もうこれはこれ使います。で、盤面削れそうだったらあれ打つんだったけど、とりあえず一旦削ろう。いや、次の盤面もそんなに良くない言うて。はい、じゃあロイヤルオークからのグランディスで火属性に変える。得意属性に変えて、手塚打つまであるけどね、もはや。手塚打とっか。とりあえずこれで。まあ、ここは激減張ったんで全然余裕で耐えれますと。ただ、これでも削りきれないんじゃね、普通に。じゃあバルキリーでしょ、バルキリーでしょ、どうしたらいいんですか。しょうがない。いや、多いな。これでギリどうかな。ギリどうかなって感じじゃない。こう消せない状態が変換色じゃなくなるんで、まあ、これ打つしかない。オッケー、盤面は悪くないと思います。うん、うーん、際どい、際どい、めっちゃ際どい。泥強が少ねえな、これ分割大丈夫かっていうか。うわ、列にしたらこれこうしないとダメかな。いや、2列でいけたかな。よっ、よっしゃ。ギリギリすぎる。ということでグランディス入れて結構ね安定して、水ビルもいけるということで、衝撃受けれるんだったら多分削りきれると思うので、ぜひやってみてください。つかグランディス取るの絶対むずいけどな。はい、ということでやっとクリアできたわ。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。